こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。快適な睡眠環境の話です。快適な睡眠を得るには寝室の睡眠環境を整えると随分違ってきます。寝室の保温、保湿、遮光、遮音、防風、防臭、防塵、防虫など五感に影響を与えないように工夫すればよく、物理的にも心理的にも安全だと思えないと熟睡できません。音では屋外からの騒音もありますが、家庭内の物音も問題です。時計の音などいつも出ている音は慣れますが、中高年はトイレを流す音など急な物音で目が覚めたりします。寝室を遮音するためには床にカーペット、壁に遮音材、窓や出入り口には厚手のカーテンをするなどの工夫が必要です。温度湿度は夏と冬では異なりますが、温度は布団の中で33度、湿度は 55% が快適だとされています。温度が5度高くても低くても除波睡眠という深い眠りが2割も減ってしまいます。電気毛布やエアコンを使うと温度管理はできても湿度が低くなりすぎて喉が渇いたり、高齢者では脱水を起こす危険性があります。マットレスが柔らかい場合、腰と肩甲骨が沈むと腰椎が反り返るので腰痛のある人には負担となります。逆に硬すぎる場合はクッション性が弱いため肩甲骨や腰骨、かかとなどが圧迫され、どの姿勢も長く続けられないので深い眠りが訪れません。特に高齢者では背中の筋肉が薄くなっていて出っ張った骨の部分が床ずれを起こしやすいので要注意です。ウォーターベッド、エアークッション、最近流行りの体圧分散機能を持つマットレスなどを試してみるのも良いでしょう。枕では6から9センチの高さが最も安眠できるというデータがあり、材質も頭が沈み込むパン屋ではなく、ある程度の形が保てるビーズやパイプなどがいいのです。では本日の話はこれで終わります。